稲葉山次郎の戦いは、A60 年に、美の国の口の斎藤氏の居城、稲葉山次郎、織田信長が攻め取った、工場戦である。なお、これ以前にも何度か、織田氏は、稲葉山次郎を攻めている。落城は A67 年とする説もあるが、今日の歴史学の研究方法から見れば支持しがたいと、されている。この戦によって、織田信長は、稲葉山次郎、また、 講談などでは、木下東吉郎が出世した戦としても有名。稲葉山次郎は、斉藤氏の拠点として、身の支配の要であり、要害であった。天文13年、または16年の加納口の戦いを経て、小田氏と斉藤氏は、信長基調の婚姻によって、和睦、同盟を結ぶこととなったが、工事2年に、斉藤道三が、長良川の戦いで、息子、 斎藤義達に打ち取られると、再び、小田氏と斎藤氏の関係は、険悪なものとなる。小田氏と斎藤氏はしばしば交戦するが、どちらも決定打を与えることなく推移する。永六三年の桶狭間の戦いで、今川義元を打ち取り、徳川家康と清須同盟を結んだ信長は、身の攻略に、本格的に着手する。翌年に、義達が亡くなり、 14歳の達沖が家督を継ぐ。6月、8月に、信長は、美濃へ越境し斉藤氏を牽制するも、家臣の長井年夫さらに退けられ敗退した。翌永六四年5月、美濃に侵入すると森部村にて、長井都夫さ、日々の清美らを打ち取り勝利する。さらに14条の戦いでも勝利し、勢いづいた信長は、稲葉山城へ攻め込むが、攻略はできず、撤退する。 A66 年、東美濃へ侵入、新加納の戦いで、斉藤達沖と戦い破れる。A67 年、斉藤家家臣の竹中重春と安藤森成が造反し、稲葉山城の取りを行い達沖は城を捨てる。重春らは半年ほど城を占領した後、これを達沖に明け渡す。この時、信長から重春に城を明け渡すよう誘いがあったと、言うが、 重げはこれを拒否した。しかし、この出来事によって、斎藤氏の推理が明らかとなり、家臣らの離反が目立つようになる。A68 年には、家事伝承主、佐藤忠康が信長に寝返り、家事田代を攻めようとした堂々上主の岸信金が、田軍に撃たれた。岸信金にこうした石城主、長井道都も、斎藤理事に敗れて、石城を奪われ、中納地方も、 信長の勢力圏に入った。A69 年、足利義明の朝廷により小田氏と斎藤氏で一旦、和議を結ぶもこれを斎藤氏が破棄したため河野党の戦いに発展。信長は辰沖に敗れたが、これが斎藤氏最後の勝利となった。信長後期では以下のように記述されている。8月1日、斎藤家の有力な家臣でいわゆる西見の三人衆と呼ばれる。 稲葉義道、安藤森成、宇治家直元が、織田家に内容を約束し、人質を受け取ってくれと連絡してきた。信長は、村井定勝、島田秀光を受け取りに向かわせつつ、すぐに兵を集めて、美濃へ攻め入り、井口山とは、山続きの随流寺山へ駆け上った。辰沖側が、これは敵か味方かと戸惑っているうちに、 信長は城下の井口まで攻め入ってこの町を焼き打ちし、稲葉山城を裸城にしてしまった。この日はことのほか恐怖だったという。8月14日、信長は城武神の分担を決めつつ、城の周囲に獅子垣を作って閉じ込めた。そこへ、美濃山人衆が挨拶に来て驚愕した。8月15日、美濃の者たちが降参。辰置は船で長良川を降り、 伊勢の長島へと脱出した。信長が挙兵してから、わずか半月の出来事であった。この後、信長は地名を井口から岐阜に改めた。フロイス日本史では、以下のように記述される。信長と辰沖が、お互いに婦人した後、信長は計略を用いた。信長は、夜間、家臣の半分ほどを一旦交代させ、密かに敵の背後へ配置した。 辰沖は、信長の陣を偵察させ、自分の側が、はるかに有利であることを知ると、進撃を開始した。辰沖が進撃を始めると、信長隊は、あらかじめ作っておいた斎藤方の家臣の旗印を立て、辰ツ隊の背後に回った。辰沖はこの動きを見ていたが、味方の旗印を認めると喜んだ。両軍が先端を開くと、信長隊は、辰ツ隊を攻撃して、 打撃を与え、次に、美濃の主上へ突進し、陥落させた。こうして信長は、美濃国を獲得した。辰沖は、非常に苦労して数人の家臣と共に、牙で脱出。まず、京へ逃れたが、安全ではないと判断し、境へ移った。信長後期には、落城したのが何年であるかは記載されていない。岐阜県市によれば、美濃名祭記、時類大記。 時斉藤軍旗、豊か関東は、落城を A67 年としている。しかしながら、うるう8月18日付の斉藤や四家老の連番状が存在し、うるう8月があるのは A69 年で、その年に、辰沖が当主として健在であるから、A67 年説は成り立たない。A67 年から11年に、信長が元義不意気で出した文書類は、資料としては、 検討を要する A67 年9月15日付、常在時期新条を除き、A60 年9月以前に出した文書は一つも存在せず、禁制が A60 年9.10月に集中している。また、A60 年11月9日付で、信長に、身の国内と推定できる、ご両所回復を信長に命じた、大木町天皇の臨時もある。一方、 A67 年9月9日付で、信長が上杉家家老、なおえ影綱に送った書状で、美濃を責めたことを書いているが、これはその年の竹中重春の稲葉山次郎ダッシュに乗じたものと考えられるとしている。岐阜志氏も同様の考察で、信長による稲葉山次郎落城は、a 6 0年であることは全く疑問の余地はなく、A67 年説は、 今日の歴史学の研究方法から見れば指示しがたいとしている。信長は拠点を稲葉山城に移し、これを岐阜城に改め、古い縄張りを壊し、城を造営し直した。また、この頃から天下府部の主因を用いるようになり、天下統一を志すようになったと言われる。伊勢長島へ逃げた斎藤達沖は、長島一行一気に参加して信長と戦い、 三好三人衆と結んで六条活性や野田城、福島城の戦いにも参加したと言われ、最後は1573年に戸根坂の戦いで戦死したとされる。砂又城近景詳細は、砂又城を参照。この戦では、身の攻め、稲葉山城攻略の拠点となる砂又に、秀吉が人よで城を築いたという伝説がある。俗説では、信長は当初、 城の建造を、佐久間信盛、次に、柴田勝家に任せたが失敗し、名乗りを上げた秀吉に任せたという。秀吉は、長良川の上流よりイカダで材木を流し、一よのうちに城を建造し、稲葉山攻略に大きく貢献した。この功績によって秀吉は、家中での発言力を上げたという。しかし、これらは、江戸時代以降の創作と言われ、信憑性は、 低いとされている。ありがとうございます。